でした。平田四郎です。見事見事。おー、大見事。もう大見事ですわ。いやー、素晴らしい。クリちゃん素晴らしい。2対1で、ライオンズ勝利しましたー。すいません、今日すいません。焼肉行ったんですけど、もう飲み放題食い放題で、もうお腹パンパン、もう何も入らない。お水で勘弁してください。もう明日、仕事もあるので、すいません。お水でいいですか？チェイサーでいいですか？失礼いたします。ではでは、本日のライオンズの勝利を祝して、栗山に祝して、乾杯！よかった。これね、ちょっと落ち着く。ちょっと落ち着く。いやーもう、締めの冷麺が効いたわー。お腹いっぱい。さあさあ、今日のゲーム、ね。ね、今シーズンも B クラスが確定しているけども、やっぱりね、ライオンズが勝つと嬉しいのよ。ほんと、そんなのね、B クラスが確定だとかね、一試合一試合には関係ないから、そんなの。今日は今日だから。ね、勝ってほしいのよ、やっぱり。もう失うものはね、何もないですから、ライオンズ。こっからがもう強いよ。うん。ね、ファイターズさんはね、これから、もう負けられない試合ばかりが続くでしょ。うん、もうライオンズは、もう負けられる試合ばっかりだから、もうなんもないから、負けたって、あ、負けましたね。じゃあ、明日、試合、ね、頑張りましょうね。みたいな感じですから、スタンス。うん。うん、もうなんか適当だもん。その辺に関しては適当だもん。ただね、やっぱり、勝つと嬉しい。もう勝ったら、あ、儲けもんだな、みたいな。うん、ゾーンに入ってますね、僕は。はい。さあ、今日の、レオ4ゲームね。はい、僕3回まで生配信、1時間だけしてました。なので、ここだけ黒でね、見てないところが赤になっております。今日のね、ライオンズの先発は今井達也、ファイターズの先発はバーヘーゲンということで、今井達也はね、今シーズンもう、だから、まあ、ね、A クラスの望みも消えて、奪三振王の、もうタイトル奪取目指してほしいですね。うん、その中で8回を投げ、1失点。まあ、1失点ね、いいんだけども、今日も勝ち投手だって、最高っちゃ最高なんだけども、もうちょっとね、奪三振が欲しかったかな。今日はね、5個だったんだけどね。これ倍ぐらいは欲しいですよね、今井のたっちゃんね。タイトルを狙うんであれば。うん。まあ、でも今のところ、暫定トップかな。さあ、その今井のたっちゃん、7回にね、ファイターズにね、先制点を許してしまいます。もうこのさ、先制点、この3連打打った、ややこい奴らね。レイエス、軍司、上川畑。この3人、うぜえ。もうさ、なんだ、まあ、このレイエスってのは当たってるのわかる。もう軍司も、いやらしい。ずっといやらしい。うん。で、上川畑よ。もう上川畑、もう、こいつは。セーフティースクイズ決めやがってさ、なんだよこいつ面白くねえなんつってさ、思いましたよ。ライオンズはチャンス潰すし、どうなってんだと。そしたら、またね、スポナビからさ、通知が来ますわ。焼肉、焼いてる時、カルビ、牛タンだ、ロースだ、もう今日は焼き食いだつってさ、食ってたら、チャンスの通知が来ました。もうどうせ手入んねんじゃねえかなつってさ、開いたらさ、2アウトランナー3塁で栗山が打席立ってるって言うじゃない。大体栗山だって言うじゃない。もう、俺慌ててさ、もう生中継開いたわ。もうそしたらもう栗ちゃん、ホームベース付近で自分のバットを拾ってホームインしてんだもん。何が起こったのって言ったら、今シーズン第1号の逆転ツーランホームランウェーイ楽しいこれ楽しいこれ興味よくこれ楽しいですねお見事です。やればできるよ。できるよ、やれば。やらなきゃダメなのよ。体現してますね。21年目のこの男をやってくれたよ。川野流星の初期をかうった。川野流星から打ってくれたよ。今年のだってファイターズのさ、中継ぎの大黒柱でしょ。ようやってるこのピッチャーから、栗ちゃん今シーズン第一号。千両役者だよね。本当に千両役者だと思う。あっぱれあっぱれです。で、最後は9回。アブちゃん、アブレイユ。ランナー一人出すも最後、松本剛ゲッツーで仕留めゲームセット。試合終了ナイスゲーム。ナイスゲーム。2対1。いやーよかった。今日はプロ野球ニュース見れるわ。23時から見よう。でも明日仕事だからね。夜更かししないようにします。はい。といったところで今日の動画はこの辺で締めさせていただきます。チャンネル登録と高評価ボタン、コメントもお待ちしております。X とインスタのフォローもよろしくどうぞ。それではまた明日の動画でお会いしましょう。明日生配信なんですけども、ちょっと日勤の現場が何時ぐらいに終わるかがわからないので、分かり次第、X もしくはインスタの方でね、告知の方をさせていただくので、フォローの方、今一度よろしくお願いいたします。それではまた明日の生配信でお会いしましょう。さようなら、ライオン。